俳優の竹内涼真は疲れのあまり、歯磨き後に靴下で口を拭いたことがある。小学生の頃から背が高くイケメンで、サッカーも上手で目立つ存在だったが、当時の同級生曰くモテなかったらしい。モテなかった理由は、相当なお調子者だったため、女子からすれば友達キャラになってしまっていたらしい。高校生の頃はモデルをしていた彼女と付き合っていて、美男美女カップルとして有名だった。竹内涼真は、顔が揺れる女性が苦手。ちなみにこの特徴について竹内は、世界的な問題ですよね、と語っている。竹内涼真はリズリーチのお姉さんと反同性の熱愛報道をされたことがある。